足利忠冬は南北朝時代の武将。室町幕府将軍、足利高氏の落院。高氏に実施として認知されず、高氏の同母弟、忠義の養子となる。官能の上乱を機に高氏と徹底して、対立、抗争を繰り広げて、南北朝時代を激化させたが、高氏の死後は、勢力が衰え、貧国内合戦を最後に、消息不明となった。父は、 足利カ氏母は、即室の越前局で、少年は、火薬二年とする、足利将軍家系図の説が、最も根強いとされる。ただ冬の母である越前局に関しては、太平記に、古ニ将軍の忍ぶ手一四通匹打たりし、越前の、ツボネトサルス女房の腹にできたり死人と手とあるのが、唯一のものである。つまり、若い頃のタ氏が、 越前局という出自のわからない女性のところへ忍び、通って生ませた子であるとされる。陽名は新熊野と号した。幼少寺は実父である高氏に認知されず、相模鎌倉の東照寺において活色となる。東照寺における生活態度は明らかではないが、後年の行状から僧侶として修行に宣言していたとは考えられず、問題児であったとされている。太平記によれば、 広告六年、城は元年頃に減属し、東照寺の僧侶である、遠林に伴われて上落した。この時、人を介して密かに高氏に不死としての対面を求めたが、高氏はこれを許さなかった。そのため、当時、朝廷や武家の間に出入りして、学問の講義をしていた独清キヨシ県、佐市法院のところで勉強しながら、京都での詫び住まいをしていた。独清キ 原作都市法院は忠冬を見どころがあると思い、高氏の弟である忠義に相談した。忠義は、その紹介を受けてた忠冬と面会して引き取ったが、高氏からは、府市としての対面は許されなかった。当時、忠義には子がなかったため、忠義の養子となり、時期不明だが忠義に一時を与えられて忠冬と名乗る。死守期には、公営三年六月十七日上には、 教作兵ただし義、阿尊氏族、実将軍氏族なり、学問氏という記述があり、同年の段階ではすでに忠義の養子になっていたことがわかる。しかし学問、はじめなどは、幼年期に行うものであり、当時18歳だった忠冬とは考えにくい。田辺久子は、忠冬の異母帝、元氏のことと推測している。元氏は、ただの勇士になっているし、 ただ冬が上落したのは、この翌年のためという事情もある。だが、その後も数年は、高氏との対面は許されずに、認知されていなかった。また、太平記によれば、ただ冬は、ママ母の残によって、数年にわたって、諸々を漂白しなければならなかったとする記述があるが、これは、高氏の性質である、赤橋高子の残言によって、 ただ冬をはじめとする書士が排除されていたことを指すと、されている。ただ冬の確実な所見資料は、上は4年、昭平3年4月16日の足利忠義の書状である。少なくともこれ以前には、忠義の養子になっていたと推測される。昭平3年、上は4年にキーなど各地で、南朝勢力が強大になり、高氏は放置できない状況となる。ただは、 その討伐に忠冬の起用を進言し、高氏はいやいやながらもこれを受け入れたとされる。高氏が討伐軍の大将に忠冬を任命したということは、高氏が忠冬に不死の名乗りをあげた、つまり認知したということになる。忠義は黄金上皇の印前を報じ、忠冬は十四位氏も左平左に助任されて、討伐軍の大将として、ウイを飾った。 ただ冬は5月28日に出陣し、その日は当時に宿泊した。6月18日に、キーに向けて進発した。ただ冬は3ヶ月の間、南朝方の軍勢と攻防戦を繰り返しながら、各地を転戦し、9月28日に目的を達して、引き上げた。ただ冬は南朝の軍勢を破り、大きな先行を立てた。 しかし、高氏は忠冬が先行を立てたことを内心で、苦々しく思い、吉明、赤橋孝子や河諸名を、二木吉長、細川剣氏らも冷たい態度を示したと、大平記にはある。ただ一方で養父の忠義や一部の武将からは、その能力と共に高く評価された。そして、この時の一件が、高氏や吉明に対する憎悪へと変貌していく一因となる。忠義は、 高氏や重臣らの動きを見て、忠冬をしばらく京都から離れさせた方が良いと考えた。太平記によれば、忠義吉の勇士である忠冬の外旋に対して、足利家々中から冷ややかな視線が存在したと記されている。昌平4年、昭和5年4月7日に忠冬は、ビンゴ浄土寺の長老に対して、西国下校の胸を報じて祈祷を依頼しているため、 それ以前に忠義の提案で忠冬は長戸丹大に任命され、京都を出発したと考えられる。忠冬の長戸派遣の理由は、コウ直に対する忠義の対抗策とする説と、後に関東地方に設置された鎌倉府の西国版を構想していたとする説がある。長門短大は、ビン備中、秋、スオ長門、出雲、稲葉など西国を完了し、 対モンゴル襲来に備えて設置された職だが、これは鎌倉幕府で常置されていたものの室町幕府では常置されていた職ではない。つまり高氏がただ冬を遠ざけるために特別に設置された職であった。しかし新たに設置された職のため、また高氏の息子であるため西名もリムネら多くの表情集、武行が随行した。この頃、室町幕府では将軍、 高氏と共に二元政治を行っていた忠義と各地で軍事的功績のあった出事の孔諸直らとの対立が生じ、やがて内紛に発展して感動の上乱に至る。8月に諸直のクーデターで忠義が失脚し、忠冬は上落しようとするが、針間の赤松の利村に阻止された。忠冬は、 ビンゴ国の友もつに泊まり、周辺の武士に恩賞を与えて、人心の掌握を図り、勢力の定着を図った。ビンゴは、長戸短大の管轄であるが、本国は、長戸であり、この地に泊まることは、明らかな命令違反で、ただ冬はさらに、中国地方において、軍勢を催促するなどの態度を取ったため、高氏は、ただ冬討伐令を下した。9月13日にた冬は、 祖母津で諸直の命令を受けた、杉原又三郎ら200余儀に襲撃され、磯部左近将軍や川尻和敏らの助けを受けて、会場から九州へ逃れた。同月、肥後国川尻立から九州に上陸し、足利将軍家の権威を利用して、黒人勢力や阿蘇市に所領を安堵するなどして、足場を築いた。ただ冬の九州落ちを知った幕府はただ冬に出家と、 上落を命じるが、ただ冬がこれに従わないと見るや、再び討伐令を下した。当時、九州には、清々将軍宮、金長新能を要する南朝方の菊池氏や、足利法の九州団体で、博多を本拠とした一式の隆寺、太宰府の将により久良の勢力が定立していたが、ただ冬は、高氏よりただ冬の討伐命令を受けた一式氏らと、戦い、 金長親王の政政府と協調路線を取り、太宰府攻略を目指した。当初、将により久は、一色氏と協調して忠冬と戦っていたが、忠冬の勢力が拡大すると、一色氏への対抗心から昌平5年、官能元年9月に、忠冬を自陣営に迎える。一説によれば、無効にしたと言われる。勢力を拡大した、忠冬らは、一色氏を博多から駆逐した。 なお、ただ冬は、官能と改元された後も約1年4ヶ月余りに、渡って、上和年号を使い続けた。高氏は、ただ冬一頭の勢力が、九州全土に拡大しつつあったのを見て、ただ冬討伐令を出し続けたが効果は、現れず、その太歴、上和5年12月6日の記事には、京都においてただ冬が、九州で勢力を拡大し、 高ナ直らを治む罰するために上落を企てているとの噂があったとしている。高氏は、忠冬と小西との同調を受けて、幕府では、高氏自ら九州に出兵しようとする。高氏は、中国地方の有力国人に動員令を出し、これを察知した忠冬も、高氏の九州下校を阻止するために同じく、中国に動員令を出している。この時、忠冬は、 四国にも動員令を発し、所領安堵や温床給与なども行っている。6月21日、高氏は先方として、高死隊を派遣したが、ただ冬法の桃井吉号が岩見に下校して、高氏軍の進軍を妨害した。死体率いる高氏軍は岩見三角城の合戦で、敗れて出雲に没落した11月10日上。しかもその最中に、 忠義が刑を脱出し、大和に逃れた。大和に逃げた忠義は、自らの支持勢力を集め、南朝に基準して拒兵した。この時、高氏は、兵庫から備前三井市、同福岡に滞在していたが、忠義の拒兵と勢力拡大で九州下校を中止し、備前福岡から京都へ帰還しようとしたが、その間に、京都の留守を任されていた義明が忠義に、 追い払われてしまう。高氏は、諸直や吉明と共に、京都奪回を図るが、忠義軍との戦いで連敗して、丹波、張舞と落ち延びた。昌平六年、寛能二年二月、高氏は、忠義と和議を結ぶが、ろ諸直、死体兄弟は、忠義方に殺害された。こうして忠義が、正解に復帰し、忠冬は、 忠義の求めに応じた高氏から3月に九州短大に任命されている。この任命により一時的とはいえ、ただ冬の立場が完全に抜きんでる形となった3月3日上。このこともあり、官納2年6月10日からただ冬は上和から官納の年号を使用するようにしている。しかし、高氏と忠義の間で再び不和が生じ。 同年に、高氏が南朝と一時的に講和する、将平一党が成立し、高氏は南朝の五村上天皇から忠義討伐令を得た。忠冬に対しても再び討伐令が下り、一式氏が政政府と協調して、勢力を巻き返した。将平七年、文長年、鎌倉で忠義は高氏に降伏し、二月二十六日に休止する。昌平一党は破綻するが、 九州においてただ冬は孤立した。ただ冬は以前より一貫して岩見への工作を行っており、九州でのただ冬勢失追後においても岩見ではただ冬等が一定の誠意を保っていた。こうした事情のもと、ただ冬は中国地方へ逃れ、長渡国と与田城による。ただ冬は時期不明だが南朝に起伏し、旧多田義派や 半高氏勢力で南朝にも接近していた、芝高恒、桃井忠し山田時氏、大内広世らに講演され、昭平9年、文那3年5月に、これら、半高氏派の軍勢を率いて、上落を開始した。翌昭平10年、文那4年に、南朝の楠木正則らと協力して、京都から高氏を追い、一時的に奪還した。その後一ヶ月余りの間、 山梨の軍勢とともに、吉明、赤松、京国の軍勢と激戦を展開するが、ここで忠冬方は徹底的に打ち破られ主力の一角である三名勢が崩壊した。ついで忠冬は当時により、首都と協調を保ち三門によった高氏と落中で、戦うも、ここでも敗れ、高氏勢による本陣への突撃を受けたことで、京都の確保はならず3月13日に、 岩清水、八幡宮へと敗走した。なおこの間の忠冬の行動について、県武三年以来期には、当時の方の合戦がなかった旨の記述があり、太平記では、時勢機卿一機の攻撃を受け忠冬方の武将、赤松氏則が包囲された際にも、後方から指揮を取り忠冬自らは出撃しなかった、逸話が紹介されており、忠冬自身は一貫して後方から軍勢を指揮し、 陣頭に立つことはなかった。昌平13年、延文3年には高氏が死去するが、南朝勢力も幕府の度重なる攻勢の前に推備し、昌平18年、上治2年には、大内広代、山名と紀氏らも幕府に不り、ただ冬等は和解する。それは、関能の長乱より始まった高氏派、忠義派による室町幕府内奮撃の終幕でもあった。 昭平21年、常時6年の書状を最後に忠冬の消息は不明となる。一説には、吉明の死後、後を継いだ、第三代将軍、足利義満と和解し、岩見に陰性することを義満から認められたとされる。忠冬の身柄は、吉川氏が保護していたとされている。忠冬は、高氏や吉明より長生きし、義満時代の中盤まで存命したが、 その間に、彼について記した文書は存在せず、どのような晩年を送っていたのかも不明である。ただ冬の没年は、軍書類十本、足利経図や、南山純主録では元中四年、四徳四年七月二日とされ、史料相乱巻七においては、北朝、宮内大輔十四位した、足利ただ冬卒との綱文をこの説によって記載している。国史実録や、 鎌倉大日記等では、元中5年、下京2年7月3日に、岩見で死去したとしている。経図産用書集、足利将軍家経図、歴代鎮税要略等では、大永7年3月11日に、岩見で死去としている。これらの説のうち、74歳で死去は、共通しているため、玄中4年や玄中5年の場合は、高氏が10歳か11歳の時に、 ただ冬が生まれているために考えにくく、しかも息子とされる、宝山漢鎮は、王英元年生まれのため、辻妻が全く会わなくなるので説明がつかない。王英七年説を採用する場合、少年は火略二年で、吉明より年長になり、漢鎮も六十八歳の時に生まれた息子として、辻妻が会うため、この没年が最も有力とされる。には五人前後の息子がいたとされ、 着難は冬史とされている。それ以外の息子は漱石にあったとされ、抜主の宝山勘賃は、絶海中津の弟子となり、小国寺緑を引達室となっているが、過吉元年の過吉の乱後に死去している。漱石に入った息子のうちの一人は、ただ冬回帰と伝わる勝ち願い寺の自主となっており、著名な人物に、江戸時代後期から、明治時代に活躍した足利義、山らがいる。 当時の生没年は不明だが、その冬氏の子である、義孫は、柿津の乱で、赤松三つ助に擁立されるが、幕府軍の赤松政伐で、三つ助が自害すると逃亡し、翌年3月に、京都で、畠山持国に殺害された。また義孫の弟、義行は同じく柿津の乱で、細川氏久により殺害された。これ以外に、た冬に子孫がいるかどうかは不明で、 いたとしても、歴史の表舞台に登場することはなく、忠冬の子孫は、過吉の乱で断絶してしまった。広島県北部の秋田方市緑町と島根県、大地郡大南町との境に、天下母なる塚と少子がある。伝説によるとこの塚は、室町幕府第十五代将軍である、足利義明の供養母とされているが、別の伝説では、足利忠冬の墓とも言われている。 入り口には、足利氏伝家母の石碑がある。島根県豪津市土地町にある南洋山寺恩寺は、晩年の足利忠冬が出家陰性した寺と言われている。寺伝によれば忠冬は、当地で欧永7年に74歳で入学したと記されている。また本尊である一寸八部の関税恩菩薩も、忠冬持ち念物と伝えている。寺院内には供養堂があり、記念碑には、 大旦な足利忠冬公の俗名と、ジオンテラドの玉系、道明孤寺の法名が刻まれる。道内には足利忠冬像とされる、北帯像が安置されている。ありがとうございます。